皆さんおはようございます。本日7月10日の今、電車来てるかな。あ、これすごいね。ディーゼル機関車の爆音が聞こえましたね。ちょっとこれ映していきましょう。すごいな、これなんか工場のあれかな。見えるかな、カメラの向きが。ディーゼル機関車2両、工事用の車両、バラストを積んだ貨車を引いてますね。このプラハの郊外の方でですね、今見えるかな、これ。鉄道の工事やってますね。そこへ持っていくんじゃないかと思いますけどね。おお、なかなかね。はい、すみません。で、7月10日ですね、今日朝今8時ぐらいなんですけど、ワクチンのね、コロナのワクチンの2回目の接種に来たんですね。で、この病院のですね、前回もこの場所で動画撮りましたけど、病院の外れの駐車場の外れのところでね、この見晴らしのいい展望台のようになって、この下をちょうどね、鉄道が走ってるんですね。で、ここでですね、動画撮ってですね、今回のこの動画ですね、ワクチンの、チェコのワクチンのその精度とかね、接種の手順について、簡単にお話しした後にね、ここからその、多分ね、マサリク駅までになると思いますけど、その帰っていくルートですね、トラムのルートについてね、ちょっとご紹介していこうと思います。でね、どういう感じでこれ接種するかっていうと、まずね、病院に入ると、入り口のところにですね、看護師さんが立ってて、名前のリストを持ってるんですね。その時間に予約してる人のリストがあって、で自分の名前を告げると、そこ の名前をこう線で消して小さな紙をくれるんですね。整理番号が入ってですね、でそれを持ってちょっと待合室で待ちながら質問票をこう記入するんですよね。なんか1週間以内なんか熱があったとかないとか、なんかそういう、あ、なんか電車来てますね。ちょっと見てみましょうか。あ、行っちゃったか。これね、前の動画でもご紹介しましたけど、こう鉄道が通っててですね、このベルリンの方へ向かうこの幹線ルートなんですね。その真上に、この崖の上にですね、病院があるんですよね。で、さっき の注射の話に戻りますけど、で質問票を記入して、で最初に看護師さんとちょっと保険についての話ね、どういう保険入ってますかって、情報は登録したんですけど、それの内容確認をするってことをやりまして、でその後に、また待合室で待ってから、注射を受けるんですけれど、で注射終わった後ね、15分ぐらいは前はですね、待合室があって、そこで15分経過してから病院の外に出るっていう話だったんだけど、今回はですね、もう外に出るので、外で15分待ってくださいっていう話でしたね。病院の敷地の中でね、15分、待って、具合急に容態が変わったりとかそういうことはないかどうか、チェックするってことでしたね。そんで、それが終わって、今その待ってる間にこの動画ここで撮ってるわけなんですけど、で前回と違ってですね、前回受けたのは5月の終わりだったんですが、1回目ね、その時はまだね、屋外でもマスクの着用義務があったんですよね。で、今それが廃止されてて、屋外ではね、このマスクを着用する義務ないっていうことになってます。従いましてね、今回このマスクなしでこうやって、ここで、ここは人も誰も来ない、駐車場の外れのこの崖の上みたいなところだから、感染のリスクとはそれももちろんないわけなんですけど、そういう事情ですね。で、チェコのですね、この、予防接種ね、予防接種、ワクチンの接種ですけれど、でチェコではね、5月、前回1回目の時の5月に比べて、だいぶ状況良くなって、いろんなことが緩和されてですね、ただね、最近、ここ4日ぐらいまたね、感染者が増えてまして、ちょっとね、規制が厳しくなってきてはいるんですけどね、現状、どういうことかっていうと、基本的に、どこへ出かけようが何だろうが自由なんですけど、レストランとかホテルとか、その他スポーツ施設とかね、イベントの参加とか、そういうのにはね、これはチェコ国内の話ですね、チェコ国内の話ですが、そういう今言ったような、レストラン、ホテル、それからイベント参加など、スポーツ施設とかね、そういうものに行く場合にはですね、非感染者の証明っていうのが必要なんですね。で、非感染者の証明って何かって、いろんな証明の方法があるんですけれど、で一つはこのワクチンですね、ワクチン接種で。でついね、1週間じゃないか、3日前までは1回目のワクチンを打って、私打ったのはファイザーだったんですけど、でこれ2回打つわけですけど、1回目を打ってから21日経過すると、そこから先は非感染者という扱いになるんですね。これは扱いの話であって、実際に感染していないかどうかって、それはもちろんわからないわけなんですけど、感染する確率が低いというふうに解釈したらいいと思うんですけど、その書類というか、証明の名前として、非感染者の証明というふうに言ってますね。でそれが1回目接種して21日を経過すると非感染者という扱いになって、で2回目がですね、1回目のちょうど42日後なんですね。で今日がその日なんですけど、でそこからですね、21日間はまた非感染者と扱われなくなってたんですね。でその2回目から、21日間はまた非感染者じゃなくなって、21日経過するとそこから9ヶ月だったかな、
は非感染者として扱うと、そういうワクチンに関してはそういうルールが、3日前までは適用されていたんですが、2日前か、8日までですね。でところがね、最近この5日ぐらい感染者が増えてきているということで、ルール変わりまして、1回目のワクチンを打っても非感染者の扱いにはならないんですね。で2回目が終わってから14日経って初めて非感染者という扱いになるという、そういうルールに変更になっています。ですから私今今日2回目打ったばっかりですから、今のところ非感染者ではないということになる。だからレストランとかホテルに入っホテル入るだけはいいかもしれない。レストランで食事したりとかそういうことはできないです今のところね。でワクチンじゃあ打ってない人とか私みたいに打ってまだその日数が浅い人はどうやってその非感染者の証明を得るかって言いますと、PCR テストね、これを受けてから、チェコ国内では確か70じゃないや1週間ですね、7日間は非感染者として扱われます。でこれだってもちろんテストしてからテストした後に感染する可能性ってのはあるわけですから、物理的な文字通りの非感染者ってことじゃなくて、そういう社会的にそういう扱いとしますよというそれだけのことですね。でそれとあと抗原テストね、抗原テストについてはね、実施から72時間は一応非感染者として扱われて、マクドナルドとかに行けるということになるわけですね。で私は今のところその時間内にそういうテストをやってませんから、今この時点ではレストランに入ったりすることはできないということになります。であともう一つ方法があります。それはね、コロナにかかってですね、回復してから180日、でこれも当然病院で証明出してもらうんですけど、180日間は非感染者という扱いになるということですね。それでね、今日ワクチン受けて、1回目の時にももらったんですけど、これ小さいカードをもらいましたね。カードの中にその1回目がいつ、2回目がいつって日にちと名前と、あとね、ロット番号っていうのが書いてるんですね。要するに薬のこのワクチンのこの薬のロット、製造ロットの番号ですね。でこれでおそらくね、辿っておいて、万が一どっかで不良品とか発生したら、そのロット番号で辿れるようにしてるんじゃないかと思うんですけど、今のところ何もそういう連絡はね、1回目受けて以降なかったんで、それはよっぽどのことを言う、運が悪くなきゃ問題ないと思うんですけどね。そういうわけでですね、今日2回目の、注射無事に打ちまして、今のところまだこれ、注射打ってから10分ぐらい経ちますけど、発熱とかそういう症状は全く出てないんで、これからもうちょっとここで待ってですね、で家に帰るんですけど、帰る途中のまたね、トラムで帰りますので、そのトラムの道中をこの動画ではね前回は来る時でしたけど、今回はその帰りですね、帰りの道のりをですね、こう紹介していけたらなというふうに思っています。それではね、あと、この先また病院からマサリク駅までになるかな、道中をご紹介していきますのでよろしくお願いします。今この駐車場の横のベンチで待ってるんですけど、もうそろそろ15分経つんでね、帰ろうと思います。でこの病院はブロフカというところにあるブロフカ大学病院という病院なんですけれど、結構ね緑の多いところ、丘の中腹にあるんですけどね、こう緑が多くて非常に環境のいい病院ですね。ただね、建物は結構新しいのと昔の古い共産主義時代、あるいはもっとこれとかそのもっと前からあるような感じがしないでもないですけどね、結構いろんなね古い施設をこう大事に使っている病院ですね。でこれ何でもある病院で、で私子供が2人いるんですけど、2人目の子供はここで生まれましたね。で私自身もいろんな理由があってこの病院でお世話になった経験がありますね。でこれがその入り口のところで、その大きな看板が上にね、大学病院というふうに書いてありますが、でメインの建物はですね、結構新しいこんな感じのね、近代的な建物のものも多いですね。で環境のいい病院だと思います。このね、ブロフカの停留所までね、戻ってっていうか、歩いて病院から出て歩いてきました。でですね、今この私が立っている停留所はですね、町と反対の方に行くトラムの停留所で、前回はですね、町から直接ここへ来るということで、向こうから来てこの立っているところで降りたんですけれど、今回同じルートを紹介してもちょっと面白くないんでね、別のルート、この坂をずっと丘を登ってですね、こびりすぎというところまで行って、そこから別のルートでね、急な坂を下って、大きな橋で川を渡ったりする結構面白い路線なんで、そこをご紹介していこうと思います。でね、これ今トラムの停留所にいるんですけど、停留所ではね、これマスクですね、マスクもしかもこれ規格が決まっててですね、レスピレーターと呼ばれるやつですね、でこれの着用が義務付けられています。屋外であってもね、人との距離が2メーター保てないとか、こういう停留所などはね、マスクの着用義務があります。これがそのトラムの時刻表なんですけど、黄色いのばっかりだな。もうこの黄色い、ここは白じゃないですか、
で、この黄色い時刻表っていうのはですね、途中で一部路線変更、工事のための路線変更が行われてるっていう意味なんですよね。どういう変更があるんだろう、これちょっとここには書いてないな。直接このルートと関係ないのかな。この緑っていうのは何でしょうね。これ初めて見たな。なんか意味があるのかな。ちょっとわかりませんけどね。なんかなかなか来ないですね。やっぱり土曜日だからトラム少ないかもしれないですね、便数がね。これ見ればわかるのか。まあそれでも少ないと言って、まあ1時間に3本とかだもんな。まあこれでも系統が 1,2,3 本ありますから、この24番は平日しか走ってないんだな。ということはこれとこれが1時間に合計で6本、10分おきにやってくるということですね。もう10番のトラムが来ましたので、これに乗っていきましょうかね。このシュクダの 14T というね、この車両の設計はね、あのポルシェが行ったという、この結構ねかっこいいトラムですよね。私これ大好きなんですけど、向こうから降りてきてるのはこれシュコダの 15T ですね。この 14T の一つ新しい世代のもので、両方とも作ったのはね、プルゼンにあるシュコダというね、鉄道車両じゃなくて総合機械メーカーですね、その鉄道車両部門で作られたものです。でですね、この電車、今私が乗ってるトラムはですね、この丘を登っていく列車っていうかトラムでして、この市街地と反対の方へね、こう向かうものです。で、この車端部があそこボックスシートになってますよね。で、これオリジナルのものはね、あそこのところはロングシートだったんですよね、珍しく。で、そのロングシートを改造して今こういうタイプになってますね。で、今ビホバテルナという停留所に停車するところです。この路線はですね、もう坂を ひたすらこう坂を登っていく感じで、この停留所もですね、坂の途中に設けられているというふうになってます。で、この画像だとなかなかこの坂の急さっていうのがわからないんですけど、ちょっとそれこう体験していただかないとなかなかこうご理解いただけないかもしれませんけどね。こう横にカメラ向けてみますと、今水平にこうカメラ構えている状態で、結構その建物の下の辺のところがね、この斜めになっているのがわかるかと思いますけどね。で、このプラハのトラムはですね、全て電池吸着ブレーキっていうのを装備してまして、で、万が一この坂の途中で止まって、そこにしばらく止めおかなくちゃいけないってことになった時にですね、こう電磁石を起動させてレールにこう吸い付くことで滑走を防止するっていうシステムがついています。で、昔の日本の薄い峠のね、補助に使ってた電気機関車の EF63 っていうのがありましたけど、それも同様のね、その電磁吸着ブレーキっていうのを装備してましたけどね。この坂は急坂を上り下りする列車っていうのはそういうものをね、どうしても装備しないと緊急時でこの坂の途中にずっと止めなくちゃいけないってことになった時に滑走防止という対策がどうしても必要になりますので、そういうものを装備しているこの車両がこのプラハのトラムには投入されていますね。で、今この左に分かれていくですね、この今こちらからこう左に入ってくる系統っていうのは設定されてないんで、この右へ曲がったところの停留所に乗り換えますけどね、さっきの路線の方へこれからね、進んでいこうと思います。で、今この右へ曲がったここのところにですね、ケスティールツェという停留所がありまして、そこで下車しました。で、このままこの10番にもう一つ、この一つ先まで乗っていきますとね、コビリツィという地下鉄の駅があります。地下鉄新線の、ね、駅ですね。あ、向こう側にもこのトラムが来てて、これが17番だったりすると私が、1本逃してしまったということになるんですけれど、これは何番だろうな。あ、これも10番ですね。今の来たのと同じ系統ですので、これはまあ乗る必要なかったですね。で、これが停留所、この17番だけね、右へこう分かれていくということですね。で、この料金表がですね、この新しいの8月1日から改定になるということで、この1日券とか1回券とかそういうのはね、値段が上がりますね。で、その1年の切符は上がるっていう話は今のところないと思うんですけど、1年の定期券は逆にね、前は4700くらいしたんですけど、それが3800コロナかなんかに値下げになったんですよね、3年4年前ぐらいに。ですから、ここに住んでて常に使っている人にとっては値引きをしていて、逆にその訪問してくる人とかね、あるいはプラハに住んでてもたまにしか使わない人にとりはちょっとお金余分に取るっていう、そういう政策というか方針なんでしょうかね。で、今向こうから入ってきてますこのトラムです。これ17番なんで、これからこのトラムに乗ってですね、さっきマサイコボナーダレジって言いましたけど、途中のホレショビッツェね、プラハホレショビッツェという駅までご案内していきます。これは面白い色のトラムですね。これピンク色のこの最近もいろんなこの車体にこうね、広告をペイントするのが増えてきてますね。で、そのケスティウツェのこの停留所を出発していきます。この辺丘の上の結構住みやすそうなね、住宅街ですね。小さな店がたくさんこう集まっている感じです。その停留所の周辺はそうなってますね。
でこのテルジを出発しまして、これから直進していくんですけど、ここにですねポイントが設けられてますね。でポイントがあって、その先しばらくこれ平行して左に曲がる線と直進する線と平行してこう線路が敷かれてるんです。でこういう風になってるとこ何箇所かあるんですけど、これどうしてこうなってるんでしょうね。ポイント、その交差点の直前にポイントを置かずにですね、遠いところに設置するっていうケースがプラハのトラム結構あるんですよね。でこれを直進というか右へこう曲がっていきますね。でこちらの線がさっき登ってきた線路ですね。でここから先ですね、ものすごい急坂でこうまたあの丘を下っていくんですけど、今あのちょっと見にくいですけど、この画面の一番奥はその車が止まってるあたりから向こう、こう下にねあの道が落ち込んでるのがあのよく見るとご覧いただけるかと思うんですけれど、これものすごい急坂ですね。でここの区間はですね、あの登ってくるトラムは全力疾走で登っていくんですけど、下っていく方はですねもう慎重にあのスピードを落としてゆっくりゆっくり降りていくという運転をしています。これあの暴走したら大変だということでそうしてるんだと思いますけどね。でさっきお話したあの日本の薄い峠ね、あの横川から軽井沢まで、あの群馬県と軽井沢、あの長野県の間にあったあの峠道があったんですけど、もう廃止になっちゃいましたけどね。でそこもですね、鉄道が走ってた時は登っていく電車よりも下っていく方が時間がかかるというダイヤ設定になっていましたね。やっぱり下るっていうのはね、なかなかこの急な坂の場合はやっぱり危険が伴うわけですよね。上りの場合ね、あのどうしてあの走れなくなったらブレーキかけがすぐ止まるわけですけど、下りはそうはいかないですよね。であの後ろのこのガラスから見るとこんな感じでね、結構これ急な坂なんですけど、これ画像に撮っちゃうとやっぱりなかなかねそれ伝わってこないんですよね、残念ながらね。でその途中にですね、この坂の途中に1箇所この停留所ありまして、これナツトロイオーという停留所ですね。でこの停留所のところはちょっとね坂が緩和されてますけど、まあ、一応坂は坂なんだけど、この急な坂ではないですね。でその停留所を過ぎますとね、その坂の角度がちょっとね緩やかになっています。下に行くと緩やかになってますね。でもう間もなく行きますとね、川沿いに出ていきまして、そこにね、これですね、トロイスカーという停留所があります。でこれはの動物園、プラハの動物園のすぐ近くですね。この停留所で乗り換えてあのバスに乗りますと動物園に行くことができますね。でそのトロイスカーの停留所を今出発したところです。でこの日あの天気が非常に良くてね、あの青空、綺麗な青空ですね。で今これ左にこうぐるっと回ってますけれど、昔はですねあそこの停留所から直接まっすぐであの川の方へ向かって橋を渡ってたんですよね。でところがねその橋が古くなって新しいのを架け替えるということで、少し上流の方に橋を架けた関係で、こうやって一回左に曲がって、こうクランクをこう曲がるような感じでね、左に曲がってまた右へ曲がるというこういう走り方をしてますね。でこの先行きますとね、白くてね真っ白な大きな橋がありまして、このチャンネルでも何回かですねこの列車からこれ見えるんですよね。でそのホレショビッツェという駅の近くにありまして、それ列車から見えるので何度もご紹介している橋なんですけど、それを今回ねこのトラムに乗って渡っていくということですね。ここですね、この白い、この大きな結構ね外から見ると綺麗な橋ですね。で横を見るとこのブータバ川、こちらはあの下流の方ですね、下流の方を映しています。でこの橋を渡り終えた橋がだんだんこう遠ざかっていくところ で今この高架橋の下をくぐってますけど、この上にあるのはね鉄道でして、この左の方へ進んでいきますね、チェコの北部ディチン、そしてドイツのドレスデン、ベルリン方面へ続いていく鉄道ということですね。でこちらの停留所、ナードラジーホレショビッツェといいまして、ホレショビッツェ駅という名前の停留所で、このホレショビッツェというプラハホレショビッツェという鉄道の駅がですねこのすぐ横にあります。これがその橋の全容なんですけどね、まあ、この橋も含めてですねこの17番の路線って結構見どころがあるんですよね。ですから今度そのうちにねあのまた17番の始発から終点までのね全区間 の詳細にご案内するっていう動画を作ろうと思っています。で今バスが行きましたから112番っていうね動物園に行くバスですね。あれこれこっち通ってんのか、あそっか通るんだな、ルート変わったのかな。でこちら今川がそこに見えてましてね、であの上はそのこびり水とかそっちの団地の方ですね。で後ろ振り返りますとこの高架橋、ベルリンに向かう鉄道の高架橋が見えます。でこちらがそのプラハホレショビッツェの駅なんですけど、このような近代的な、ね、コンクリート造りの駅になっています。近代的というかこれはあの共産主義の時代に作ったものかと思いますけどね。で右側に地下鉄の入り口、鉄道はもうちょっと先の左側こちらですね。
でこれあのそのベルリンの方に行く電車すべての列車がここに止まりますね。でこれ土曜日の朝なんで人が結構混んでますよね。普段ここのコンコースがこんなに人混みのことはほとんどなくてガラガラに空いてることが多いんですけどね。でね、この駅はですね、あのプラハの中の大きな駅の一つで、あの中央駅が工事をしていた時はですね、あの長距離列車の始発駅としてたくさんこう使われていましたね。で今向こうから機関車が来てますが、これはあのチェスキークルムロス行きの特急の来回しをしているところで、この右側に止まっている列車がそれなんですよね。ちょっとね、あの私この後予定があって時間がないんで、あのこの発車を見ることはできなかったんですけれど、来回しをしているところが映っちゃったということでね、この動画はここで終了ということにしようと思います。それでは皆様どうもご視聴ありがとうございました。